はい。えー、皆様、こんばんは。えー、松尾市の石塚ゆうです。あの、10月15日。今、えー、まあ、この間の木曜の早朝からですね、あの、総務省を語って、えー、2回目の特別定額給付金の特設サイトをオープンしましたと。で、こちらのサイトにアクセスくださいといったですね、サイトにですね、誘導するような、あの、メールがですね、出回っているようです。こちらですね、あの、政府やですね、あの、行政機関や、あの、総務省がですね、 あの、こういった給付金関係についてメールでお知らせすることは、えー、ございません。まあ、おそらくですね、あの、個人情報のですね、えー、雑を目的としたものだと思われます。なのでのですね、くれぐれもこういったメールがですね、皆様方お手の方届きましたら、絶対にこちら開けてはいけませんで。アクセスの方もしてはいけません。ご注意ください。えー、総務省の方からも、まあ、こういった、ね、内容につきまして、あの、注意関係が出てますんで、 こちらですね、あの、合わせてあの、また下の概要欄の方にも、リンクの方をつけておきますので、総務省の中間起についてもですね、皆さんぜひ読んでいただいて、まあ、こういったですね、あの、悪質な、あの、詐欺だとか、そういったものに引っかからないよう、ご注意いただければというふうに、えー、思います。それではあの、今回は、あの、総務省、語ったですね、給付金についての、あの、メールについて、お知らせさせていただきました。こちら、えっ、ー、と、ダメです。絶対に開かないよう、お願いをいたします。失礼いたします。